お元気ですか、ボクシミです。今回は 2021BBBベースボールカード千葉ロッテマリーンズヒットリーの開封動画、今度は、ね、後編の2箱目でございます。それではね、やっていきたいと思います。まずは後編の1袋目でございます。これは、千田圭介選手でございます。その他は和美選手でございます。で、879、これは、挙げた初芝清選手でございます。村田昌司選手でございます。池部岩尾選手でございます。2袋目でございます。古川慎一選手でございます。で、史上最大の下克上時のね、カードでございます。庄司智久選手でございます。堀光一選手でございます。山崎博之選手でございます。3袋目でございます。清水正海選手でございます。倉持明選手でございます。ちなみにね、あの娘さんは元 AKB の倉持明日香さんでございます。で、こちら、小宮山悟選手のカードでございますが、こちらですね、花火柄でございます。こちらがですね、150分の78となっております。はい、こちらでございます。で、ロッテオリオンズに、変わった時のカードでございます。で、青柳進選手でございます。4袋目でございます。藤田総一選手でございます。五十嵐昭仁選手でございます。井口忠人選手でございます。前、ね、監督でございました。川川祐希選手でございます。平井光塚選手でございます。5袋目でございます。深澤義雄選手でございます。久保康友選手でございます。大松翔一選手でございます。伊豆上義雄選手でございます。で、毎日球団が発足した時のカードでございます。で、ちょっと画面がね、一部ね、ピントが、合わなくなりました。失礼いたしました。で、改めまして、6パック目開けたいと思います。村上公康選手でございます。吉田篤選手でございます。西岡剛選手のね、打率の時のカードでございます。これ北部正明選手でございます。佐藤幸彦選手でございます。で、最後の7袋目でございます。
これは広田澄夫選手でございます。根本俊一選手でございます。安田久典選手でございます。で松田直也選手でございます。で最後は渡辺俊介選手でございます。はい、以上で 2021BBM 千葉ロッテマリーンズベースボールカードヒストリーのね開封動画後編をね終わりたいと思います。あ、ごめんなさい、2021BBM ベースボールカード千葉ロッテマリーンズヒストリーの開封動画でした。失礼いたしました。で、今度ね阪神編もね購入しておりますので、よかったら、ね、そちらもぜひ見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。